こんにちは、かおりです。本日もよろしくお願いいたします。お羊座の満月のあたりから自分の可能性についてのお話を結構していたんですね。というのも、今は自分の殻を破り、自分の中で眠らせてきた新たな希望だったり、新たな自分の魅力だったりっていうのをどん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 解放させていくような時期でもあると思うので、結構そういった内容の動画が続いちゃったかなと思うんですが、でもそれほど私の中で強くそういったメッセージっていうのを感じているんですね。で、今日はその中でおすすめのアロマっていうのをご紹介したいと思いまして、で、そのアロマっていうのがジュニパーベリーっていうものになるんですね。よくお酒のジンなんかあります。ジンっていうお酒ありますよね。ジンの香りって言われている香りなんですが、そのジュニパーベリーっていうのがこういった実から抽出されているアロマなんですよね。で、そのジュニパーっていうのはすごく浄化力が高くて、で、不要なものを洗い流してくれたり、デトックスしてくれたりっていう感じで、実際肉体の面でも自分の中に余分に溜まりすぎた水分を排出してくれたりとか、むくみもすっきりさせてくれたりとか、そういった作用もあるんですよね。で、浄化力もすごく高くって、ある病院ではそういった作用があるのがもう成分として分かっているので、病院で少し炊いたりとかしているところもありますし、あとはお肌でもキュッと締めてくれたりとか、そういった作用とかもあったりするんですよね。このジュニパーっていうのがサイキックプロテクターといって、自分の心を守ってくれるようなエネルギーもあったりするんですよね。で、自分を浄化していくとともに、そういった不要なものまで自分の身を守るように浄化してくれたりとか、あと香りっていうのも身にまとうだけで、そういった自分自身がそのエネルギーを浴びながら過ごすことができるんですよね。で、そのアロマによって自分の気分やテンションが変わるように、それと同じようにエネルギーを取り入れることってできるんですよね。で、そういった面で浄化力の高いジュニパーっていうのもすごく役に立ってくれると思いますし、で、先ほど言ったようにデトックスの作用っていうのもすごく高くって、で、そういった肉体も実際そうですし、自分の心身に対しての作用とかも、余分なものを殻を破るように、いろんなそういった不要な制限であったり、思い込みであったりとか、思考であったりとか、そういったものもデトックスしてくれるような香りになっているので、普段使ってみるのもいいかなと思うんですよね。で、ただエネルギッシュな香りなので、エネルギーが結構強かったりするんですよね。で、陰陽で言うと陽の気が強くって、なので自分がちょっと疲れ切っているなとか、気持ち的に弱まっちゃってるなとか、気持ちが内側に入りすぎちゃってるなっていう時は、この香りがきつく感じちゃったりする時ってあるんですよね。で、そういう時におすすめなのがブレンドするっていうことなんですよね、他の香りとね。で、私はまあいろいろブレンドね、おすすめのブレンドもあるんですが、こういう時に心身に対してのエネルギーが強すぎて使いたいけど、ちょっと香り的に受け付けなくなっちゃうっていう場合でしたら、マンダリンとかと合わせてあげるのはいいんじゃないかなって思うんですよね。で、マンダリンも以前ご紹介したと思うんですが、マンダリンっていうのは自分の繊細な部分までケアしてくれるような優しくて甘い柑橘系の香りなんですよね。なので、そういったエネルギー強めのジュニパーベリーと、その香りを優しくまろやかにしてくれるようなマンダリンの組み合わせっていうのもとってもいいと思いますし、あとはジュニパーベリーとあとゼラニウムっていう組み合わせもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、ゼラニウムっていうのはバランスを整えてくれる香りなので、そういったちょっと自分にとっては強すぎるなって思うのであれば、その香りと自分に対してのこのエネルギーのバランスを整えてくれるような香りでもあったりしますし、そういったエネルギーも持ってるので、
ジュニパーベリーとマンダリンの組み合わせと、あとはジュニパーベリーとゼラニウムの組み合わせっていうのもいいですし、またはジュニパーとあとマンダリンとゼラニウムのその3つの組み合わせでもいいですし、なんかジュニパーベリーだけでちょっときついなって感じるときはそういった組み合わせでちょっとお風呂の中に入れてみたりとか、化粧水として作って日常で使ってみたりとか、あとはお部屋に焚いてみたりとかするといいかなと思うんですよね。でジュニパーだけで OK だったら全然そのままでいいんですが、玄関とかにジュニパーベリーで方向よくしてあげると玄関も浄化されてきますし、で玄関っていうのはいろんな木が出入りする場所なので、そういうところに浄化力の高い香りっていうのを香らせておくのもいいかなって思うんですよね。そうすると外から家に帰ってくるときにそこで一旦リセットされて、すっきりした気持ちで家の中に入れたりとか、あとお家から出るときもこうやってその玄関でその香りをまとうことによって、そのさっき言ったサイキックプロテクターのエネルギーをまとい、自分をの身を守りながら外に外出するっていうこともできたりするので、あとは、まあ、浄化セットみたいな感じで青磁と組み合わせてもいいと思いますし、青磁やあとはユーカリとかとブレンドしても浄化セットみたいな感じでいいと思いますし、ユーカリもセージもちょっと強めな香りなので、もし強いなと思ったら、まあ、さっき言ったようにまろやかにしてくれる柑橘系のマンダリンであったり、あとはもうオレンジとかでもいいですし、その他に自分の好きな香りをそこに何でもいいのでブレンドしてあげたりっていう感じでチョイスしてあげるのもいいかなって思います。まあ、今回はジュニパーベリーのお話をしましたが、自分のお気に入りの香りってありますよね。なんか柔軟剤とかでもいいですし、香水とかでもいいですし、なんか好きな香りっていうのはあると思うんですよね。お花の香りでもいいですし、そういった香りっていうのを、まあ、柔軟剤でもいいし、まあ、その香りのついた香水の香りのついたハンカチを持っているでもいいですし、そういったものを身にまとうとそれ自体がもう魔除けのような役割をしてくれるんですよね。でよく香水なんかも邪気を払うなんて言われていたりするんですよ。で自分のお気に入りの香りをそうやってつけるってことは、お気に入りのエネルギーで身をまとうことになるので、自分を外部から不要なエネルギーを不必要に取り入れることなく、自分をお気に入りの空間で満たすことってできるんですよね。夜寝る前に自分のお気に入りのボディクリームで全身ケアしてから寝ると、やっぱりお布団の中でこうやってお布団に入った瞬間でもふわって変わってきたりとかするので、その瞬間すごく心地よくなったりするじゃないですか。でその心地よくなった状態で眠りにつくと、やっぱり眠りの質っていうのも良くなると思うんですよね。で朝の目覚めっていうのも変わってくると思いますし、そして朝そういったお気に入りの香りのついて柔軟剤の香りのついたタオルで顔拭くとかでもいいですし、家出る前にその香りで身にまといながら出かけるっていうのでもいいですし、香りっていうのはもうダイレクトに自分の感情や心や体に働きかけてくれるので、自分の周波数を整えたり自分の心を整えたりするのにとってもお役立ちなアイテムだと思います。なのでそういったこともちょっと気に留めながら日常を楽しく過ごしていただけるといいんじゃないかなって思います。で先ほども言ったように、今はそういった余分なものを削ぎ落としていくような時期であるので、そういったデトックス作用のある、まあ、ジュニパーベリーとかそういったのでもいいですし、お風呂に入ってちょっと塩を入れてみるとか、その塩を入れるだけでも汗の出が違ったりとか、実際にすごくデトックスされてすっきりしたりとかもするので、そういう感じで自分のすっきり感っていうのを日常で取り入れていくといいんじゃないかなって思います。では今日はそんな感じでした。本日もお付き合いいただきありがとうございます。ではまた。
よろしくお願いいたします。